はい、続いていきます。こちら、はい、今までどんなアルバイトをしてきた？あ、バイトで言うと、もうね、これね、ずっと言うの忘れてたんですけど。何何？僕ね、声優なる前、うん、いや、声優1年目とか、たくさんに会う前にバイト先で会ってるんです。え？いや、僕、ドラッグストアでバイトしてたんですよ。うん。21とか20歳とか、本当声優なる直前とか、なった1年目とか。はい。で、その時に働いてたら、もう、たくさん来て。うん。うん、でも、だから1年目だか、1年目か、挨拶したことあったんですよ、うん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 、本当に1回だけ1回、うん、たくさん人が30人ぐらい、ね、コロナ禍前とか全然行って、はい、で挨拶したことちらっとあって、うん、でもうちのコンビニじゃない、ドラッグストア来てくれて、うん、うわ、たくさんだと思って、でもね、普通にまだ挨拶したことないから、あ、大沢事務所ですって言えないし、まあまあ、それは確かにね、普通にたくさんの、ね、買ったあれやこれやを袋詰めして、うんうん、あ、お待たせしました、ありがとうございますってやりました。いや、それ俺の恥ずかしいエピソードみたいな俺すげえ恥ずかしいんだけど、あの、買ったものは言わない。いや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 、言えないと逆になんか恥ずかしいもん買ったのかなってなるから。でもそのね、うん、バイト先すごくて、たくさん以外にも梅原さんとか鳥海さんとか、うん、いろんな、多分ね今思えばスタジオが近くにあったからかなとか、なるほど、とか思うんですけど、うんうん、もうくるくる緊張する、あーっつって、一方的にね、鳥海さんとかね、知ってるもんね、きっとね。鳥海さんに至っては本当そこで初めましてぐらいの。はい。まあ、じゃあ当然言えるわけもなく、言えるわけもなく、もうね、なんか勝手に緊張するよね、多分それね。なんかそうですね、ちょっと、うん、すっごいびっくりしました。僕だって鳥海さんのポイントカード作りましたからねすげえ。なんかそれ、え、鳥海さんに言った、それ？いや、まだ言えてない。いや、いつか言ってほしいそれそうなんですよ。 いいね、なんかバイト、まあ、バイトのやっぱね、思い出ってなんかあるよ ね、どうしてもね、ありますよね、うん、あるけれども、結構これでね、なんか色